日本四国地方徳島県徳島市東戸田地区、中央通中央通りは徳島県徳島市の町名、東戸田地区に属している。中央通り1丁目から中央通り4丁目まで存在する。郵便番号は郵便番号770-0936。徳島市の東部、市街地の南西部に位置し、東は勝戸木橋2丁目から3丁目の小住混在地域。 西は秋田町2丁目から3丁目の観楽街、商店街に接する、東西に長く伸びる地域。東端を JR 麦線が南北に走り、さらにその東を国道55号が通る、およそ商店街。元は二浦町の一部で昭和16年に現在の町名となった。江戸時代には総除町、総除町1丁目工事、 掃除庁に長目工事と呼ばれた。長名の由来は地形上東町が東戸田地区の中で北の富田浜と南のホリエントの中央を東西に走ることによるとみられる。第二次世界大戦前は少数の商売店がある以外は完静な住宅地であった。昭和20年7月3日の徳島大空襲では当地域も著しい戦災を受けたが、 明治6年創立の富田小学校は被災を免れ多数の被災者が収容された。昭和26年富田小学校繁昇、同28年新築された。昭和48年に当庁を含む東戸田地区が自治省により地域連帯間を育成するモデルコミュニティ地区に指定されたためコミュニティ運動が盛ん。ありがとうございます。